覚悟はしていた。ずっと前から家を守ろうとする兄がいる。魂を守ろうとする弟がいる。そんな二人の絆を見守る姫がいる。乱世は突然彼らに過酷な決断を突きつける。兄真田信之が選ぶ道とは。絆の章。さすが徳川大軍だな。だが羽柴から三成、上杉から兼継が駆けつけてくれる。私は真田信之、ご尊命を伺おう。本田忠勝が娘稲。兄上続きは戦場にて。稲殿。天正10年、京本能寺にて天下人織田信長は家臣明智光秀に討たれた。この返事を受け、信長の領地に各大名が侵攻。天下は再び動乱の時代に突入する。空白地となった旧武田領の甲斐や信濃にも徳川、上杉、北条といった有力大名が攻め入った。激しい領土争いの末、徳川と北条は和睦。徳川傘下の真田領と北条領の一部交換をその条件とした。真田家はこれを良しとせず、徳川から離反。上杉と組み、徳川家康に対抗する構えを見せる。真田の軍略と友の力を携えて、真田信行、幸村の若き兄弟は徳川の大軍に挑んだ。絆の章。第一次上田城の戦い。策の下準備に過ぎん。いえ、兼継殿の言う通りです。共にいるだけで何か力が湧いてくる。迷いました。この道を進めば北門に出るはずです。やはり北へ回ったか。
敵の増援を村に封じ込め、火警を仕掛ける。北門付近の敵を倒し、門を閉じろ。見せてやる。開門。真田幸村、これにあり。敵将討ち取ったり。封じ込めた。今だ。村に火をかけろ。見かけによらず大胆な策を使う。思っていたよりはやるよ。あとは私に、佐田の一座、あがれ。これで少しは楽になるか。恐れておるか。佐田の科学、影には通じ。民を思い、民は主を思って戦う。これぞ愛の戦。私も共に行くぞ。金継ぐ殿、ならば私も。ウイナ城の守りは想像以上ですね。ここは稲が参ります。開門。覚悟がある。これでは被害が増すばかり。全軍撤退せよ。なんと、これも殿のご決断。本陣に戻り、殿の撤退を援護するぞ。開門。あなたの負けだ。おとなしく引かれ。いえ、まだ。引いてください。これ以上あなたを傷つけたくはない。おお、家康の守りを固めるつもりだ。奴らが渡過する前に蹴散らせ。我が槍で止めてみせます。数の上では徳川が有利。絶対とは早計な。これも先を見据えての決断なんだ。我らから逃げようなど甘いのだよ。三成殿、
今こそ徳川本陣へ攻め込みましょう。この忠勝を超えぬ限り先へは進めない。覚悟あらば我に挑め。かかる小次郎一つ落とせず引いたとあれば、今こそ女に傷がつきましょう。ここに示そう。これより敵陣に切り込んで討ち死にし、一矢報いて参る所存。あらぬ、世間の評など家臣の命とは比べてくれない。情を捨て家臣を駒としてますか。そんな徳川家康の風評とは真逆のこと。どれが本当の姿なのか、私は知りたい。三成殿、兼続殿のお力で勝利はすぐそこに。心より感謝します。好きにはさせん。礼は勝ってから引く。ただの勝利ではなく大勝を収めた後に。さすがは三成、いいことを言う。我ら三人完全なる義の勝利で戦を飾ろう。凄まじき闘志、そして気迫だ。だが真田のため、ここは引けぬ。よくない真田信行、血と勇気を備えた強き者の不要。私の力が通じたのか、それとも逃しはせぬか。さすがよな。いいな、やめよ。ですが、才ある和光度を失うは意の元の損失。余はいつまでも乱世ではない。いずれ太平の世となった時に意の元を背負って立つ若い力がいる。それが誰の天下であれな。いささか気が強い娘だが、気立てよし、気量よし。お主にどうだ。は、あの殿。まだまだ死ぬわけにはゆかぬようだ。太平の世を築くまで。三成殿、兼続殿、ご助力感謝いたします。礼など無用。我らは義の同志、助け合うのは当然だな。三成、俺は同志になった覚えはない。ともあれ、徳川を撃退できてよかった。家康の存在は
秀吉様にとって邪魔にしかならぬ。雪村、お前たち真田はこれからも徳川を牽制してくれ。はい、真田を助けていただいた恩もあります。被災ながらこれからもお力になれれば。おお、この恩のために終生義に尽くしてくれるのか。雪村、お前は立派な犠牲士だな。雪村、俺はお前を恩で縛るつもりはない。ただお前の言葉はその嬉しく思う。素直になったな、三成。いいぞ、お前も紛れもない犠牲士だ。雪村、お前の兄の信之とも親しくなれればと思う。後で紹介してくれ。はい、兄もきっとお二方とうまくやっていけると思います。